されて、スリーピーバカなこと言ってないで、支度をしなくちゃ。この途中朦朧とした頭で思うも、理由をつけて休んでしまおうかな。いやいや分かってますって、なんとなく言ってみただけだよ。分かってるから怒らないでよ。幸せだろうと幸せだろう、隠してしまうのですか。